スイートピアノカフェ伊坂あゆみです。今日は早くももう10月ということで、秋に関する曲を2曲と、それから自然に関する曲を1曲お送りしたいと思います。計3曲、演奏させていただきますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。それではまずはじめにギロックという人が作った秋のスケッチをお送りしたいと思います。音の数は少ないんですけども、その少ない音の数で秋の切なさをすごく表現している大好きな曲です。それではお聴きください。秋のスケッチです。ありがとうございました、ギロックという人が作曲した秋のスケッチをお送りしました。それでは次にお送りするのは、今度は自然をテーマにした曲になります。私はカナダに行ったことがあって、カナディアンロッキーをトレッキングしたり、あと、ルイーズ湖っていう湖があるんですけど、そのルイーズ湖をテーマにした素敵な曲をお送りしたいと思います。霧のレイクルイーズです。お聴きください。
ありがとうございました。倉本裕樹作曲の霧のレイクルイズをお届けしました。それでは最後にお届けするのはチャイコフスキーの10月です。秋の歌という副題がついていて、本当にもう胸キュンキュンな曲で大好きな曲です。それではお聴きください。はい、ありがとうございました。チャイコフスキー作曲の10月秋の歌をお届けいたしました。今日のスイートピアノカフェはここまでです。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。伊坂由美でした。